堺市職員労働組合は、大阪府堺市の堺市役所本館地下1階に、本部を置く、堺市職員と、その関連労働者によって組織されている、労働組合である。略称は、堺市職労。本部のほか総合医療センター、上下水道局にも事務所を持っている。自治労連、全労連に加盟している。1947年1月26日に、 結成された。1980年代後半の労働戦線再編までは全日本自治、団体労働組合に加盟していた。職員、市民、税務、建設合同、保育所、福祉衛生病院、原業、水道、下水道、社会福祉事業団、認定調査員、非常勤、非常勤一般、育友会財務、組織、調査、教育宣伝、自治権推進、 共闘、後期対策、福利厚生、文化体育、堺市食老ニュースを平日ほぼ毎日発行している。内容は、交渉内容や職場状況から、上部団体、関連組織の状況、国政、不正など広範囲に及ぶ。堺市役所内には、実地労堺市職員労働組合という組織が存在するが、2005年2月に、堺市と、 旧三原町が合併した際、三原町職員組合が名称変更したものであり、別組織である。2012年4月4日に、竹山治美市長はそれまで無償使用を認めてきた組合事務所について、国役所の5部屋は返上させ、残るスペースは条例で定める使用料の半額に当たる年間約380万円を5月から徴収すると発表した。 ありがとうございます。